ライバルは、そうですね。まあ、別にいないというか、はい、まあ、興味ないって言い方はあるかもしれないですけど、まあ、あんまり意識してない。みんなをね。意識せんでも、まあ、勝てますからね。はい。オーバーオールチャンピオン、エントリーナンバー59、正一、広川。嬉しかったですけどね。よっしゃと思ったんですけど、プロになったら目指す大会っていうのはあるじゃないですか。オリンピアとかね。はい。そこに行けるための、やっとこう、スタートポジションというか、靴紐結べたなっていう、それだけですね。僕、身長はやっぱ低い、一番多分日本人でも低い方じゃないですか。大きい人たちに、まあ、一応勝ってきたこともあるし、で勝って、まあ、プロになったんで、厚みというか、体で言えば、はい、そこなのかなっていう。うん、多分2月の大阪で行われたクオリファイですね。その時にステージ上でモニター見とけみたいな話から見てたら、そういうのが流れてきたんで、率直にこれデビュー戦になるなっていう、まあ、出る出ないとかも考える間もなく、もう出る一択じゃないですか、なったら。あの時の信者、正直やっぱ悔しかったですよね。小池さんに NPC で一応誘われたんですよね、僕は。で、小池さんもずっとプロになるって言ってたんで、だからまあ心からおめでとうと思ってましたけど、その一方でやっぱり悔しいっていう気持ちはありましたからね。はい、もうこれはもう一言でも勝つっていう、はい、余裕、まあ、余裕とかっていう、その余裕とか、なんていうんですか、余裕じゃないとか、そんなんは全然なくて、やるべきことやってれば必ず勝てるっていう気持ちですね。うん。